ケンウッドハウスは、イギリス、ロンドンのハムステッドヒース公園の北端に位置するカントリーハウス、美術館である。フェルメールのギターを弾く女、レンブラント晩年ンンの自画像などの名画を所蔵することで知られる。最寄り駅は地下鉄ハムステッド駅。イングリッシュヘリテージが管理を行い、屋敷は第一級指定建築物に指定されている。 ハムステッドヒースとつながる形で広大な庭園を有し、毎年夏に行われる野外コンサートは、ロンドンの夏の風物詩である。1774年当時の、ケンウッドハウスロバート・アダム、ジェームズ・アダムによる、ケンウッドハウスの北側玄関と、南側正面デザインライブラリーケンウッドハウスの歴史は17世紀前半に遡る。1755年には、 屋敷の西側に豪華な温室が増築されている。18世紀半ば、当時イギリスで著名な藩士であった初代、マンスフィールド伯爵、ウィリアム・マレーは、仕事の拠点をスコットランドからロンドンに移したため、新しい邸宅を探していた。1754年、マンスフィールド伯爵は、ケンウッドハウスと周辺の土地を購入。その後、屋敷の改築を新古典主義の建築家。 ロバート・アダムに依頼した。アダムは1764年から1779年にかけて16年の月日を費やして、ケンウッドハウスを外装、内装ともに完全に作り変えた。西側に突出した音室とのバランスを取るため、アダムは屋敷の東側に図書室を増築。これはアダムの内装作品の中でも傑出したものとされている。 さらに巨大なヨニア式石柱を備えた中楼玄関と南側正面の真っ白なファサードは特に素晴らしい建築作品として評価された。また、1793年から1796年にかけてジョージソー・オンダースが北側玄関の脇に2つの北向きのウィングを増築。そして屋敷の東側約30メートルほどの箇所にオフィス。 料理室及び醸造所を備えた建物を新築した。20世紀に入って新たに法制化された相続税のため、マンスフィールド伯爵家は、ケンウッドハウスを次世代に受け継がせることが難しくなった。第6代伯爵は、ケンウッドハウスの売却を決め、1922年には、屋敷内の家具家財がオークションにかけられた。その後、付近に、 鉄道駅が新設されるという噂が生じたため、新規住宅地開発を目指す土地開発業者が群がり、ケンウッドハウスの広大な土地も次第に分割、売却されることになった。その一方、ケンウッドの貴重な森林、緑地が失われることを危惧する人々も現れ、セーブザケンウッドというポスターを掲げた募金運動が始まった。敷地の一部は1922年に、 ケンウッド保存委員会により購入されたが、より広範な土地を確保できるほどの資金を集めることはできなかった。現在のケンウッドハウス北側正面。中央はアダム設計の中廊玄関。その両脇からせり出しているのが、1793年から増築された北側ウィング西の温室側から眺めた南側正面ところが1925年、ギネス一族の一人。 ギネスビール社会長の初代アイビー伯爵、エドワード・セシル・ギネスが、ケンウッドハウスと残されていた、土地約30ヘクタールを購入。この時、内部の家具はすでにすべて売却されてしまっており、屋敷はガランドであった。これも、エドワード・ギネスにとっては、都合の良いことであった。彼は、優れた絵画コレクターであり、当時すでに第一級のコレクションを生じしていた。 それらの絵画を展示できる建築物をギネスは欲していたのである。そして鉄道駅の新設予定も彼の反対により撤回され、ケンウッドハウスの緑地は保全されることになった。そのわずか2年後の1927年、エドワード・ギネスは死去。ケンウッドハウスは彼の絵画コレクションと共に国に移動され、1928年に一般に公開された。 1929年には個別法律である IBE3 法案が成立し、ケンウッドハウスの運営目的、組織などが法制化された。1930年代にイラストレーターのマーガレット・カルキン・ジェームズが、ロンドン地下鉄のポスターにケンウッドハウスを描き、数多くのロンドンの通勤者によって楽しまれた。現在、ケンウッドハウスとその庭園は、 イングリッシュヘリテージにより管理されている。1990年代後半には、ケンウッドハウスを訪れる客は、年間15万人を数えるようになった。概算としてはこれまでに100万人が訪れたことになる。フェルメール、ギターを弾く女レンブラント、自画像フランスハルス、ピーター・ファンデン・ブロッケの肖像ケンウッドハウスの、収蔵絵画は、エドワード・ギネスが収集したコレクション、 および1974年に寄贈されたサフォークコレクションからなる。その規模は大きくはないが、17世紀のフランドル海画、オランダ派、18世紀および19世紀のイギリス絵画を中心としたコレクションを要する。その中でも特にヨハネス・フェルメールのギターを弾く女、レンブラント・ファン・レイン・バンレンの自画像、フランス・ハルスのピーター・ファンデン・ブロッケの肖像。 トマス・ゲインズ・バラのハウ・ハク夫人、メアリーの肖像などが著名である。エドワード・ギネスが特に力を入れて収集したのがイギリス絵画であり、ジョシュア・レノルズは36点、ゲインズ・バラは15点を数える。これは当時のイギリスの富豪の間で率先してイギリス美術を支援する姿勢を見せることが流行していたためである。ギネスは レノルズ、ゲインズバラの作品1点あたりに約1万ポンドの大価を支払っている。一方、ギネスがフェルメールのギターを弾く女を購入したのは1889年4月のことだが、その時画商に払った大価は1050ポンドであった。この数週間後、パリのオークションで手紙を書く婦人と召使いが10倍以上の価格で落札され、一気にフェルメールの価格は 世界的に高騰した。ケンウッドハウスのいくつかの展示室の中でも特に印象深い部屋とされるのが東側の北ウィングに位置するダイニングルームである。この部屋の入り口すぐ右側にはレンブラントの自画像が掲げられ、反対側の左側にはフェルディナント・ボルの夫人の肖像が飾られている。これはこのボルの作品がかつてはレンブラント作と判断されていたためで、 ギーネスも1888年にこの2点をレンブラントによる男女の肖像画として取り合わせる形で購入している。さらにこの部屋にはフェルメールのギターを弾く女のほか、アンソニー・バンダイクが2点、ハルスのピーター・ファンデン・ブロッケの肖像、レノルズの自画像などが並ぶ。一方のサフォークコレクションは主にサフォーク家及びバークシャー家が十六世紀後半から 代々受け継いできた家族肖像画からなる。このコレクションは、第11代サホーカ伯爵夫人が1968年に死去した後、その遺言に従って1974年に寄贈された。その他の画家としては、アンメリカ・カウフマン、ジョン・クローム、ジョージ・モーランド、ウィリアム・ラーキン、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、アーサー・ボイド・ホートン、フランソワ・ブーシェ、トーマス・ローレンス。 ジョージ・ロムニー、ヤン・バプティスト・ウェーニクス、アルベルト・カイプ、ジョセフ・ライト、エドウィン・ランド・シーアラの作品を収蔵している。また、靴の金製バックル、ジュエリー、そしてミニアチュールのコレクションも所蔵している。2ピースリクライニングフィギュア、ナンバー5バイ・ヘンディ・ムーア・モナリス、エンピリアンバイ・バーバラ・ヘップワース・ケンウッド・ハウスの敷地は、ハムステッド・ヒースの約7分の1を占めている。 屋敷の南にはイギリス式風景庭園が開け、湖までなだらかな下り坂が続く草地が広がっている。敷地を取り囲む雑木林と南のハムステッドヒースに続く自然風景の対比が美しい。この敷地デザインは18世紀の造園家ハンフリーレプトンによるものである。元々の敷地は牧草地、果樹園、庭園など、 レンガの壁によりいくつもの区域に分けられていたが、18世紀末、第2代、マンスフィールド伯爵の時代に、レプトンが壁を取り壊し、広大な庭園を作り上げた。さらには、現代の造園家、アラベラレノックスボイドによる新しい庭園も、備えている。敷地の3分の1、特に古い雑木林は、自然科学特別重要地域に指定されている。数多くの野鳥、 昆虫たちの生息地であり、ロンドンにおける最大の油コウモリの群生地でもある。屋敷近くの庭には、バーバラ・ヘップワース、ヘンリー・ムーア、ウジェーヌ・ド・デーニュ、レッチ・バトラーらの彫刻作品が展示されている。1951年から2006年まで、毎年、夏季の土曜夕方には、敷地内の湖の側で、野外コンサートが開催されてきた。 もともとはクラシック音楽のコンサートだったが、近年はその大部分がポピュラー音楽のコンサートとなっている。毎年数千人にも及ぶ客が音楽とピクニック、その後の花火を楽しんできたが、2007年2月、イングリッシュヘリテッジはその年のコンサートを中止することを決定した。これは一部の地域住民からの夜間の騒音。 放置されるゴミなどに関する苦情によるものであった。ケムウッドハウスは1年で約100万ポンドに及ぶ屋敷の維持、管理運営費をこのコンサートの収益金によりまかなっていたため、これによりケムウッドハウスの将来そのものが危ぶまれることになった。しかしながら2008年3月19日、野外コンサートは同じ敷地内のザ・パスチュア・グラウンドに開催場所を移動し、 1>, 1シーズン8公演に限定することで再開されることが発表された。ありがとうございます。